はい。フリーレイターのいつか笑って過ごせる日までです。N 国立花隆氏の選挙候補に漂う方末感上田清志氏と比較、アンド、7月の参議院選挙の選挙候補と比較ということでね、やっていきたいと思います。はい。えー、今回ですね、選挙候補がこんな感じ。上田さんが上で立花さんが下なんですけれども、まあ、上田さんの選挙候補はね、えー、まあ、 よくできているというか、すごく無難に仕上がっています。えー、上田県政の16年でこんな感じに変わりましたよっていうのと、プロフィール。そして、えー、やる4つの政策、えー。地方重視の政治。徹底した行政改革。健康立国の実現。日本版 SDGs モデルの推進ということでね。えー、まあ、どちらかというと、立憲民主党にかなり あの、忖度した感じの仕上がりなのかなという、その憲法改正であるとかね、保守的な色は隠しつつ、なんかあの、良さそうな言葉が並んでいる。まあよくある政治家の選挙広報という感じのものなんですけれども、え問題はこの立花さんの方ですね。立花さんの方の選挙広報がずらずらと文章が並んでいる。でまあ公約も並べてるんですけども小さい。 これね、あのー、参議院議員選挙の労働党かななんかとかとか、もうこんな感じなんですけれども、いわゆるそのフォーマツ系の候補の人って割と文章がずらずら並んでいて、で、公約がそんなに大きくなく載ってるっていうのが結構特徴としてあるんですけども、今回そんな特徴がすごく出てしまっていると。で、まあ、上田さんと見比べてもわかるように、 まあ、田さんのもちょっとね、まあの、文字がちっちゃいんですけども、ずらずらとあの、ちょっと情報量多いんですけれども、まあ、その、田さんの情報量に比べても、パッと見たときに、上田さんの方って、上田県政が変えた16年っていう文字と、四大政策、国政と県政を架け橋になる、架け橋となる四大政策っていう部分がボーンと飛び込んできて、その後地方重視とかね、結構とかその辺が出てくるんですけれども、 立花さんのはもうパッと見たときに NHK から国民を守ると立花隆という名前で既得権益をぶっ壊すだけが入ってきて他のものはもうちょっと入ってこないんですねっていうところがあって何やらどうもそのフォーマツ候補に近い構成になってしまっているのかなと。で、これ別にね、あの、今までずっとそういうのを N 国、NHK が国民を守るとがやってきたわけではなくちょっと見ていただきたいんです。これ上がえっと、 7月の参議院議員選挙の比例。下が東京ですね。大橋さんのようになるんですけども。まあ、見やすいですよね。これ2つとも。NHK をぶっ壊すスクランブル放送。というのが、特にその、えっ、ー、と、比例の方だと出て、NHK が国民守る党という文字がすごく大きいと。で、写真が入っていてっていう特徴で、下の個人の方も NHK が国民と NHK をぶっ壊すっていうのがバーンと入ってきた後に、その、名前であるとか、テレビがない、 NHK を見てないでも支払いの義務が発生するよっていう訴えと名前、NHK 国民守もろとと大橋正信という名前が入ってくる。書いてねっていうのがわかる。非常にあの、デザインされてるんですけれども、ちょっと戻ってみると、やはり今回のだとちょっとわかりづらい、ちょっとフォーマンス候補っぽいなっていう印象を僕は抱きました。これ多分時間がなかった。 からデザインを出す余裕がなくて誰かがささっと作ったのかなっていうところなんですけれどもちょっとその選挙候補を見るだけだとかなりわかりづらいこれだと特にこの今画面で見てる方ね、特にスマートフォンなんかで見てる人だともうほとんど読めないんじゃないですかねおそらく多分パッと見た時にこれだと何も見えないかなぐらいな勢い 多分、その、上田健政だから見えると思うんです。読めると思うんですけども、立花さんの方はもう、既得権益をぶっ壊すとか、NHK から国民守るとぐらいしか読めない状況じゃないですかね、名前以外は。となると、こう並んでると、うん、ちょっと、まあ、紙でね、渡されるので、読めるとは思うんですけども、いろんなところが。 でも、これだとまあ、既得権益をぶっ壊すあたりが印象に残るくらいで、他ちょっと印象に残らないんじゃないかなって、さっとその、パッと見た感じね。で、対して上田さんの方は、さっきほどからも言っているように、上田健政が変えた16年っていうのが入ってくるので、ちょっとこのあたり損なのかなっていう。要は、実績を訴えている上田さんというふうに見えるのに対して、で、政策も4つ掲げてますよっていうのがわかるのに対して、立花さんの方は既得権益をぶっ壊す。 の部分だけ。まあ、しっかり読めばね、内容いろいろわかるんですけども、今までどういうことをやってきたとかっていうこともわかるんですけれども、で、あのー、政策もね、スマートフォンに女性出すとかね、税金5%とかっていうことが書いてあるんですが、これだとちょっとわからない。見えない。かなーって5%書いたんか書いてあるね。表費税5%に戻したいとかね、そういうの書いてあるんですけど、スマートフォンに女性出すとか、データアップで、 税収。税率を下げて税収アップ。気軽に買い物、安心、老後。これね、あの、立花さんの方の見ると、この5%に戻すとか、税率下げて税収アップってもっと大きくするべきなんですね、本来ね。だって、これで投票する人いますもん。気軽に買い物、安心、老後とか、いいキャッチフレーズあるのに、それを全部ちっちゃくしちゃってるもんだから、スマートフォンに対する助成金とかね、デンアシスト、 機能付き自転車に購入費を助成するとかね、いい公約並べているのに、既得権益をぶっ壊すしか頭に入らないっていもったいないことになっちゃってますよねっていう、なんかちょっとフォーマツ感がおってしまっているなという感じです。まあ、おそらく時間がなかった、準備する時間がなかったからこうなっちゃったんだとは思うんですけれども、ちょっともったいないなと思っています。はい。まあ、あのー、もう一回出すと、この、 前回の参議院議員選挙の時みたいにこういう感じでね、その、例えば上の方の比例にしといて、この NHK 国民をるともうちょっとちっちゃくして、えー、既得権益をぶっ壊すとか、えー、なんだっけ、税収下げて税、あ、税率下げて税収アップ、気軽に買い物安心老後あたりをですね、この、 えブックアスの下ですね。NHK スクランブルフォースの実現とかのあたりに入れる。で、立花さんの顔を大きく乗せるというあたりが本来は良かったんじゃないのっていうふうに思ってしまいます。うん。ちょっと小さい。うん。いろいろ見づらい。残念っていう感じですよね。とは思いました。はい。これももしかしたら、あの、立花さんのことなので、 ひょっとしたら、その、何かの戦略なのかもしれないですけれども、ちょっとね、っていうところは僕には思いました。はい。まあ、ねっていうところですね。まあ、政権放送の方に期待するしかもないんですけれども、で、今、あの、3日間今日まで休みって言っていて、動画等も上がってないのでおそらく休みなんでしょう。 上田さん陣営は多分もう今日あたりから普通にやってるんちゃうかなっていう、もう普通にね、東京晴れてるっていう風に聞いてるので、東京が晴れてるってことはおそらく埼玉の方も晴れてるのかなっていう感じがありますからね。はい。おそらく上田陣営はやってるんちゃうんかなっていうところですね。ちょっとその辺でどうなってくるのかということですね。えー、この後ですね、えっと、 単院選挙3日目終了、昨日終了時点でどうなっているかっていうのをちょっとあの話していきたいと思います。ちょっとあのいろいろ情報を得ているので、その辺もう少し話せしればいいかなというふうに思っています。ということでね、えー、よろしければいいチャンネル登録していってください。フリーライターのいつか笑って過ごせる日まででした。